はいどうもこんにちは、七々です。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。えー、今日の題材は2018年度、横浜市立大学医学部の問1です。えー、その中の小問の2題を取り上げてやっていきたいと思います。えっ、ー、と、問1は全部で4題あって、えー、各その、カ1からカ4は独立した問題ですね。で、えー、全般的にまあ、カ3と4の方が難しいかなと思います。 えとまあ、この年はたまたまそうなのかもしれないですけど証文、えー、で、えー、と構成されています。でまあえっ、ー、とかっ一1はもうすごく優しい問題でかっこ2は標準的な問題かなと思います。えー、それでやっていきたいと思います。えっ、ー、と p の3乗足す q の3乗が35となるような素数 pq の組ですね。えー、pq を全て求めようという問題ですがえっ、ー、と3乗ですよね。 これあの5の3乗はもうこれ125になって、えー、と35を超えてしまうんですよ。でマイナスの数はもちろん、えー、素数ってこれ、えー、と負の素数っていうのは通常考えないので、えー、これ勘違いしないでくださいね。えっ、ー、とまあ通常そのマイナス5とかマイナス3とかそういうのは素数って言わないので。 これあのプラスの数なので、えっと、もう 5, 5以上は入らないってことですねつまり2と3のみ考えれば十分ってことですね2の2乗が8で3の3乗が27で、えっと、両方足して35になるのはこのペアしかありませんということで、えっと、PQ は2と3ということですねで3と2も入るってことも えー、気をつけたいところですね。これあの、大小関係ないので、つまりこれが答えです。はい、カッコ1は1分で型がつきましたね。はい、それでは2番に行きたいと思います。2番は、方程式、えー、この式を満たす実数 X を全て求めようという問題ですね。えっ、ー、と、ルートの中はまずプラスでなきゃいけないので、0以上でなきゃいけないので、1たす X は0以上という条件。 より x は -1 以上というのが出てきますそれからえっ、ー、と左辺ですねこれルートついててここプラスですからえー、左辺は常に、えー、と0以上の値なので 1-2x の2乗というのが0以上つまり 2x はえっ、ー、と1以下ということで。 え二分の一以下ということが言えます。つまり、x の二乗は二分の一以下ということが言えて、マイナスルート二分の一からルート二分の一までということですね。で、だいたいルート二分の一ってマイナス零点七ぐらいなんで、えー、っとマイナスルート二分の一とルート二分の一のこの間ということになるわけですよね。 それでいてさらにマイナス1よりもええー、以上ということなのでここの範囲ですね条件としてその中にその方程式の解が、まあ、あるあればそれが解になるということですねでえー、とつまりそのえっ、ー、と左辺がプラスなので右辺がプラスの0以上の範囲で考えて 二乗ししてて比較いいいととうことですつまり x がー√二分の一から√二分の一の間であれば、えー、と右辺も0以上になるので両辺ともにプラスだから2乗して比較してもいいつまり同値だってことですねつまり2、えー、乗してこの式と同値になります 1−2x の2乗の2乗ですねでこれ結構めんどくさくなりますよね これだって 4x の4乗2乗足す 4x の4乗になるので四次式になるんですよ。で2倍して1足す x が2マイナス 8x の2乗足す 8x4 乗になるのでえっと整理し直すと 8x の4乗マイナス 8x の2乗マイナス x 足す1ですね。 イコールゼロっていうのが、えっ、ー、と、まあこれ、工事方程式ですよね。で、この解き方としては、うんまあ、エックスの二乗、八エックスの二乗でくくると、エックスの二乗マイナス一って出てきますね。で、これマイナスエックスマイナス一で、エックスマイナス一でくくれるっていうのがわかります。だから、八エ 8x の二乗のエックスプラス一のエックスマイナス一 -x-1 で x-1 ででくくれるっていうのがままず分かりますよねでその後どうするかっていうと 8x の2乗かっこ x プラス1マイナス1イコール0ですねでこれはどうしたらいいかってちょっと困りますよね 8x3 乗を足す 8x マイナス1イコール0っていう方程式になるんですけど うーんまあこれがちゃんと解になってくれるかっていうとそもそも1はここにあるんですよ。ここに1があるので1は解に入らないんですね。だからこの鍵ギカの中から出てくる解が、えーまあ、真の解ということになります。だからえー、っとこれ一応 x-1 って出てきてるけれども 8x の3乗を プラス 8x マイナス1イコール0の中に解がないと困るんですよね。あ、ここ二乗ですね。で、えっ、ー、とまあ三次方程式の解き方は代入してゼロになるのが定石ですけども、定数項の約数の他に、えっ、ー、と最高次の約数で割ったものが候補になります。だから x イコールプラスマイナス1の他に、えー、プラスマイナス2分の1とか ププララススススママイイナナ分分ののとか、これらを考えていかなきゃいけないですね。で、えー、マイナス2分の1を代入するとちょうど0になるんですよ。まあこれに気がつかないとこの問題ちょっと解けないかなと思うんですけど、x マイナス1の 2x プラス1ですね。マイナス2分の1代入すると、えー、これがうまく因数分解できて 4x の2乗プラス 2x マイナス1イコール0になるんですね。で、 えともちろん x イイコールマナス2分の1っていうのは、えー、解になりますでもう一つこっちから4分のマイナス1スルート5っていうのが二次方程式の解の方から出てくるんですよねでこれももちろん考慮しなきゃいけません、えー、1はもうそもそも外れてますでス2分の1というのはマイナス0 5ですけどもルート2分の1の値がだいたい0.7なのでマイナス0 7ぐらいなので えと当然これは入ってくるんですよねだからス二分の一というのはここに来るので、えー、と当然入ることになりますこれはだから解として採用ということになりますあとはその4分のス1プラスマイナスルート5が入るのかどうかってことですねでルート5の値はまあ覚えといた方がいいかなと思いますもちろんこれねえっ、ー、とこれを満たすかどうかをチェックすればいいです もちろん知らなかったら4分のマイナス1プラスマイナスルと5が2乗して2分の1より小さいかをあのチェックすればいいんですけどもまあでも4分のマイナス1プラス富士36って覚えとけば、えー、2.236なんですよね。ということで4分の、えー、1.236ぐらいになるので。 4分の1よりちょっと大きいぐらいですね。で、プラスの値ですから、これ0.7ですから、えー、ほぼね。そうすると、この辺に来て、あ、これは OK だなっていうのが分かります。つまり、プラスの方の4分の1プラスルート5っていうのは、ええー、と、この中に入ってくるので、解として採用ということになります。一方、マイナスの方はどうかというと、4分の1マイナス1マイナスルート5っていうのは、これはマイナス。 えー、マイナス1マイナス3.2になってしまいますよね。そうするとこれえっ、ー、と大体マイナス40分の32になってしまってえっ、ー、とまあ8で割ると5分の 4, 4とかになってマイナスルート2分の1よりも小さくなりますよねさらに。だからこれは入らないと。 というここになりますこっちは入るでこれも入る。ということなので、まあ、最終的に答えはだから x イコールにス二分の一とと4分のス1プラスルート5というのが答えということになります。短時間でねこの答え出すって結構難しいかなと思いますね。 あの焦っちゃってこの方程式が解けなかったりとか方程式をミスったりとかまあしがちですしまあここの範囲なんかもねえっ、ー、とミスる可能性もあるので気が抜けない問題だと思いますね。こ1はこれはまああのまあ受験者だったらほとんどできるかなと思うんですけどえっ、ー、と2番からもう勝負がかかってますね。 で3番は結構難しい問題なんですよ括弧3というのはね1番の証文でももう次のその大門に行った方がいいかなというぐらいまあ難しい問題が証文の中に入っていたりしますというわけでまあその証文が全部か優しいとは限らない問題構成になっているってことも覚えておいた方がいいかなと思いますはい まあ、そういうわけでね、えー、解く順番とか、それからそのどこまで追及するかっていうことも考慮しながらですね、対策を立てていってください。はい、本日の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。